あなたの幻、キス表に、私も今日は外、甘い。はい、ということで、今日はトラビスの愉快な仲間たちのボイスレッスンにようこそ。今日はビブラートって、なんでやねんということで、まあ、何を紹介していくかというと、ヴィンテージですね。買い付けたヴィンテージを紹介していこうかなと思いますね。このヴィンテージどこで販売してるかって言ったら、僕オンラインサロンをやってまして、そこの会員向けに販売してるものですね。で、なんでこれ始めようかなって思ったかというと、まあ僕、ポップアップに今年1年忙しくて行けなくて、で、もともとポップアップとかで販売してたものを、まあそういう会員向けに販売したら面白いんじゃないかということで、まあ会員サイト始めて、で、まあ動画とかではあまりこう、どういった内容とかは話したことはないんですけど、まあどういった内容を発信してるんですかっていうので、まあ今日は軽くね、どういったことをしてるかっていうのも話していくんですけども、まあ基本的には情報発信ですよね。まあセール情報だったりとか、今後こういうブランドがいいんじゃないかとかね。このポップアップ面白いよとか、ポップアップ今度開催するけどこういった方がいいよとか、まあそういったものの情報発信と、まあ、いつもしている激辛コーディネートってあるじゃないですか。激辛コーディネートの、もっと詳しいバージョンを、まあ、DM でやり取りして、お答えしていく。そして、もっとね、オンラインサロンに入っている人を良くしていくみたいな。まあ、質問を受けたことに対して答えていくっていうこともやってたりとか、まあ、あとはオフ会。今までやったことだと、一緒に古着屋回ったりとか、まあ、飯食いに行ったりとか、今度8月の終わりにもね、東京で、オフ会みたいなのがあるので、まあ、こういうこともね、実はやったりとかしてるんで、まあ、興味ある方は、リンク先のトラニキ LINE アットを登録してもらうと、まあ、そこから DM してもらうと、入りたい方は、入っていただけるので、まあ、よろしくお願いしますと、いう感じで、まあ、他には、まあ、いろいろ質問が来た中で、やっぱりこう、どういうものをセレクトしてるんですかっていうのが、やっぱ気になるじゃないですか。僕、基本的に、あんまりね、ヴィンテージ以外は載せてなくて、で、まあ、皆さんが見ても分かる範囲のセレクトで、今回仕入れたものも、全部紹介していこうかなと思います。で、マイナーなやつは省いてて、まあ、時間の関係で、まあ、有名なやつだけピックして、紹介していこうかなと思います。まず古着から紹介していこうかな。はい、ヴィンテージのエミネムですね。これは前も言った通り、今すごく値段が高くなってて、まあ、2000年代で新しいんですけども、まあ、これはね結構ボロいやつなんで、まあ安く出すって感じですかね。はい、まあ大体どのぐらいの値段で売ってるのっていうヴィンテージとかも聞かれるんですけど、まあ相場の20% か 30% 引きぐらいはしていると思います。はい。ナインチネイルズ。まあ、ナインチネイルズは、トラビス・スコットが着用したモデルとかが有名なんですけど、まあ、トラビス・スコットの影響で、他のものも値段が高くなってるっていう感じですね。これは珍しくちっちゃいやつですね。M サイズ。ほとんど買うことがなくて、ちっちゃいサイズって。で、なんでかって言ったら、もう XL と M サイズとかだと、まあ、需要が今大きいサイズにあるので、まあ、値段が本当半額ぐらい違ってきたりとかも、する場合もあるぐらい結構サイズって重要なので、まあ、細い人とか女性の方とかはね、すごく小さいサイズでもいいものがあれば買うべきなんじゃないかなと思います。はい、これも M サイズなんで安めで出すんですけど、他はですね、ダンジグミスフィッツの、ボーカルは、ソロプロジェクトでしてるバンドですね。これはね、デザインがかっこよくて、ダンジグ結構おすすめです。全然人気ないので、まだそんなに高くないので、これも一応1999年だったっけなんですけど、ここぐらいからめちゃめちゃ状態がいいですね。状態が良くて。はい。好きな人は好きなデザインじゃないかなと思います。バンバン行きます、バンバン。物が多いんで。マルボロ。これは前紹介した、エサブロッキーのスネークのやつがあると思うんですけど、それのトカゲバージョン。
ですね。これも、もともとは結構安かったんですけど、エサブロッキーの影響があって、値段が2、3倍になったかな。トカゲはそんなになってないけど、スネークは高くて、綺麗なものがね、あんまりなくて、このトカゲはめちゃめちゃ綺麗です。はい。サイプレスヒル。サイプレスヒルはですね、まあこれもエクセルなんですけど、意外とね、安い、まあラップティ、にはなるんですけど、今後高くなっていくんじゃないかなと個人的には予想してます。なので、まあ今のうちに好きな人とかを買い集めておいた方がいいんじゃないかなと思います。次。ここら辺とか有名ですね。メタリカガンズ。これ確かね、誰だったっけ？ワンオクの、ボーカルのタカもなんか来てたんじゃなかったかな。人はなんか僕の、やりとりしてる、ヴィンテージのバイヤーとかとも、なんか、交流があるみたいで、なんか買っていったよとかっていう話とかなんか聞いたことありますね。はい。まあ、フィアブゴッドとかのボディにもなったやつですね、確か。はい。で、ここで珍しくホラーティー。フレディ。これはね、1987年のやつですかね。まあ、こういうホラーの映画の T シャツとかも高いやつは高くて、個人的には一番ね、好きなデザインで、サイズも XL っていうね、なんかこのデザインは結構 M サイズとか S サイズとかよく見るんだけど、あとはボロい古いからですね、のは見るんだけど、こういう綺麗で、XL はなかなか見ないですかね。で、地味編。ジミー・ヘンドリックスは好きな人は結構いると思うので、これいつのやつだろう。まあ、じわじわと値段も上がってきてて、1999年。欲しい人は今のうちに集めておいた方がいいかもしれないですね。で、まあ、今回の目玉は、前回紹介した時よりもですね、例えば5万円とかする値段のやつとかはないんですけど、今回もまあ、2つ目玉があるとするんだったら、まあ、ここですかね。2パックの、これ新しいんですよ、意外と。これ最近日本のアーティストとかも来てましたね。2000何年だったっけ ?2002 年だったかな。ちょっと見えない。1990かな。あ、2000かな ?2000 年に出たやつかな。ちょっと僕も正確な年数を忘れましたけど、2000年から2002年ぐらいだったかな。に出たやつで、見えないね、これね、あんまりね。デザインがかっこいいんですよ。で、2005年とかに出てるやつとかだとデスローの、タグでね。当時のデザインのやつとか出てたりとかするんですけど、まあ高いのみんなが知ってるところで言えばブートのやつとか高かったりとかするんですけど、まあこれはだいたい、まあそうですね、値段めちゃめちゃ上がりましたけど、日本だとまあ2万円ぐらいで、まあ、取引されてるかなって感じですね、綺麗なやつだと。はい。でもかなり綺麗だと思います。で、サイズも XL だし。はい。で、これが一番今回の目玉で、パフダディ。ラップティーズに同じものが載ってるんですけども、見にくい値段がね、この、すいません、見にくいですね。だいたいね、今だと相場が、まあ結構ボロいので4万超えてたりとか。するかな。して、これはね、かなり綺麗だと思うんですけど、実はもうこれも、もう狙いっていうかな、もう3万2000円で今日販売しますね。ちょうど今日販売するのがあるんですけど、販売しますね、オンラインサロン向けに。まあ、こういったね、ものとかを、あとパームジャムがあるよ。パームジャム。有名なんで、名前は聞いたことある人もいると思います。これ結構ね、個人的に好きで、バックプリントとかも可愛いので。
ぜひ探してみてください。そんなに高くないです、パームジャムは。はい、ということで、ヴィンテージはこれで終わるんですけども、じゃあ普通のね、なんかヴィンテージわかんねえよって人多いと思うんですよ。ヴィンテージ紹介されても価値わかんねえよって人多いと思うんで、皆さんがわかるところで、紹介していこうかなと思うんですけど、一つ目がまあどういったものかっていうと、コンプレックスコのマーチですね。はい。村上隆。かわいいでしょ、これ。個人的にこれが一番おすすめ。黒に、このカラフルなコンプレックスコンですね。今年のコンプレックスコンの。はい。こんな感じですね。まあ、ここら辺とかだったら、コンプレックスコンしてる人が多いと思うので、こんなのも販売するんだと思う人いると思うんですけど、まあ、メジャー7と、マイナーなものをうまく混ぜて販売してるって感じですかね。村上隆、今好きな人すごい多いと思うので、あと、コンプレックスコンのマーチはね、普通に販売しても速攻売り切れたりとかするんで、確保しております。これパーカーです。とか、あと、ヴィンテージまだ残ってました。ジョーダンのシャツ。これはエザブロッキーが、違う色を着用して値段が爆上がりしたやつですね。のヴィンテージですね。ソウシ君かなんかが現行のやつを前買った動画上げてましたけど、それのヴィンテージですね。だったりとか、まあ、ボブ周り。これもエサブロッキーが着用したものと同じやつです。だったり、まあ、皆さんがしてるところで言えば、ポテトとか。これも今、国内で取り扱いがね、グレートとか。福岡の有名なショップさん、名前出しちゃったけど、まあ販売してて、同じものが、2万5千円ぐらいだったかな。で、販売してますね。まあ、僕はそこより1万円安く売りますけど、2万5千円はちょっと高いかなと思いましたけど、とかですね、まあジュースワールドとビローンとかも、まあ、ダグアウトとかでも販売したけど、それとまた違うやつとかも、販売したりとか。個人的にこれが一番かっこいいかなと思ってたので、袖プリがあってね。はい。まあ、こういったものを、まあ、それぐらいですかね。あと、他にもいろいろあるんだけど、それはちょっと載せれないやつで、まあ、こういったものとかも、普段、ポップアップができない分、そっちで販売してるということで、まあ、まあ、興味ある方は、概要欄のトラニキーラインアットの方から、お願いしたら入りたい方は、入りたいと伝えてもらえれば伝えてもらえれば、返信しようと思うのでよろしくお願いします。まあこれでね、普段どういったことしてるとか、どういった販売してるのか気になってた人もね、ちゃんと回答できたので、今までなんかこう人があんまり多くなると、管理が難しくなるので、そこまでね、ガバッと人数は入れてなかったんですけども、まあ、あと10人ぐらいかな。10人ぐらいだったら全然大丈夫なので、ぜひ興味ある人、そして僕のなんかこう、もっと深い話、YouTube じゃできない話とかたくさんあるんで、聞きたい人はぜひ、よろしくお願いします。